こんばんは。こんばんは。体調大丈夫？大丈夫です。大丈夫？無理しないでありがとうございます。こんばんは。FURI アンダーバー SAKY おさんばちこにありがとうございます。ありがとう。今回はハートが6個までは写真が5枚と動画1個の特典で、ハートがね7個以上になると水着の写真1枚つきます。水色のね水着の写真です感じにしてます。今回はいつも投稿見てますよ、ありがとうございます。 GARYU83 バチコにありがとうございます。ありがとう。けんちゃんプラスさんありがとうございます。ひさとさんありがとう。ココロンこんばんは。体調大丈夫？大丈夫です、ありがとうございます。こんにちは。りょうやアンダーバー5890さんバチコにありがとう。 K.K.ゆういさんバチコにありがとうございます。こんにちは。まるまるポップさんありがとうございます。はじめまして、見に来てくれてありがとう。なおさんこんばんは。目のアップです。新潟は昨日は37度でした。あ、え、30、気温が37度、なわけないよね。めっちゃ暑くない？そしたらA.H_0206さんバチコにありがとう。顔見てるだけでもいい、ありがとうございます。よし_SK.1119さんバチコにありがとう。無理しちゃダメだよ、ありがとうございます。全然大丈夫です。まるまるポップさんバチお皿2個にありがとうございます。みんなありがとう。アッキーさんありがとう。こんばんは。竹尾さんありがとうございます。 Good afternoon, beautiful, thank you. かわいいな、ありがとう。笑顔が嬉しいだね。なんか画質がガビガビだけど僕側の問題かもしれない、私の方は大丈夫です。二重めっちゃ綺麗、ありがとう。無理してないんでね大丈夫ですよ。トーガ .C333 バチコンにありがとうございます。太郎さんありがとう。群馬は真夏40度いくよ。うわ暑、35度以降はもう暑すぎるよね、やばい。熱中症気をつけないと。気温ですよ、日本一でしたよ、やば暑いですね。それすぎるやん。バチコにありがとう。こんばんは。調理的は心配になってくるよ。全然大丈夫です。としきさんバチコにありがとう。得意のリンク見せてほしい、任してください。リンクいい感じ。車内は39度になってた、やばいね。水分補給大事、それな、水分補給大事、塩分も大事。なんかあれらしいよ、カフェインが入ってるものは暑い時飲まない方がいいらしい、熱中症になるから。だから緑茶とコーヒーがダメらしい、気をつけてねみんな。リキさんバチコにありがとう。こんばんは。こんばんは。大丈夫、大丈夫です。新潟ね行きたいのよね、新潟楽しそう。中国地方はずっと雨がひどいよね、それも心配。やばいですよ雨、本当に梅雨ってめんどくさいね。
広島って思ったより涼しかったりして、他のとこの気温聞いたところによると全然涼しいかなって感じ。初音さんバチコにありがとう。コロナウィンク最高だよ、ラブ、イエーイ。扇風機の風になびく髪が素敵、ちょうど今なびいてる。こんな感じね。サンタサンタスイッチで7個のハートってことで合ってますか？合ってます、丸です。7個になったら水着の写真がね1枚ついてきます、プラスで。お楽しみに。毎日コーヒー飲んでるからしんどいのかな、ワンちゃん。いやでもなんかカフェイン飲んだらめっちゃ汗とか出るから体内に水が残らないらしい。あんま関係ないかも、それは分かんないけど。あまりブランクエサスすると着物に当たるという。確かに、え、そうそうそう、今回の特典の写真がこの服になってます。で7個以上買ったら七夕のね、まあ、企画みたいな感じで7個目は違う、7個をハート買ってくれた人は水着の写真になってます。かわいい、ありがとう。マサトだよ、覚えてるかな。もちろん覚えてますよ、毎回ライブ来てくれてるんで覚えてます。関東の方が気温高めなんだよね、来週はずっと35度だし暑すぎる。それは夏はね、やっぱ嫌いだね私、夏は嫌だ。佐藤さんバッチお皿ニコンにありがとうございます、フォローありがとう。ロングヘアよく似合ってて可愛すぎるよ、ありがとう。最近ね髪結んだりするの慣れてきた頃。こんばんは。初音さんバチお皿ニコにありがとう。ひよむらさんありがとうございます。バチ何個買ったかわからんくなった。プラス5って書いてあるんで多分今5個買ってるんじゃないのかなって思います。重松健二さんバッチコにありがとうございます。ももちゃんさんありがとう。何歳になったの、年齢はね非公開です、ごめんなさい。いつも見てます、ありがとうございます。バッチお皿ニコにありがとう。みさんが作ってますか、作ってます、みさんが作ってますよ。今ね2つあります。可愛いでしょこの色、ユニコーンみたい。作ってます、しっかり。このねミサンがねマジで可愛いの、デザインが見えるかな、青がね一本なんだけどこれがグワーンってなってるの可愛いでしょ。こんばんは、覚えててくれてめっちゃ嬉しい、ありがとう。コロ I love you、 イエイエイ。佐藤さんバッチお皿ニコにありがとう。夏子にしました、36楽しみに待ってます。55違う573536、そっか36だ。可愛いですよね、ありがとうございます。次の衣装の予選の仕組みだけど4種類を4回予選してそれぞれ1番を決選投票するってこと、そういうことです、そういうことです。みさんが素敵、ありがとうございます。コブロのボイスメッセージが嬉しい、それは良かったです。朝とかねマジで寝起きすぐなんでたまにね声おかしい時あるんだけど、まあまあそんな感じで。このねみさんがね欲しいものリストを購入してくれた方にプレゼントしてます、してます、しようと思ってます。はい。
ゆきやさん、バッチコーニありがとうございます。こんばんは。心一途だからね、ありがとうございます。松岡さん、バッチお皿にコーニありがとうこんばんは。今回はね、特別でバッチの購入したねハートの数によって写真の枚数と写真の種類が違うんで気をつけてください。ハートさんを2回と1個を1回買ったのに名前の横プラス2なのはバグですか？なんでだろう。ハートが3つを2個買ったよってことでプラス2ってことなんじゃないのかな。どうなんだろう。こんばんはです。こんばんは。バチコにありがとうございます。夏は祭り多いけど広島の祭り教えてほしいな。広島はなんかさ、鵜飼のやつあった気がする。なんかさ、鵜みたいなやつさ、首にさ紐つけてさ、魚を取らせてさやるやつ、あれはお祭りになってた気がする。あと花火大会が住吉って読むのかな、住むに吉って書くところであった気がする。どっかがね5000発ぐらい打つんだよ花火、広島で。どこか忘れたな。どうだったっけ。グー見して。はい、グーどうぞ。結構ね花火があった気がするでも行かないからね、わかんない。大沼さん、バッチョサラニコにありがとうございます。バッチコにありがとう、みんな YouTube 上げてね。 OK です。体調大丈夫？大丈夫です。広島にも鵜飼があるんだ。え、ある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 、全然ありますよ。多分さ、あそこでもやってた気がする。いや、嘘かも、ごめん、そうだった。いや、あるよ。あのさ、山口の方、どこだったっけ、橋のところ、名前忘れた。錦帯橋、錦帯橋のところにもあった気がする。そういうのがなんか、なんかの看板で見た気がする。多分今年の花火大会は4年ぶりのはずだからどこも盛り上がりのはず。確かにみんな楽しみだよね。バチコにありがとう。久しぶりに心のライブ見れたかも。見に来てくれてありがとうございます。で、まだジェットスキーやってますか？今はやってないですね。夏なんでこれからかなって思ってます。 TikTok にも目のアップして任せてください。目のアップです。こんな感じ。フィンガーハートありがとう。今日はね20分になったらやめます、ライブ。今日はいつもより10分早めに終わります。木曽川の鵜飼しか知らなかった。広島知らないことがまだいっぱいだ。これからたくさんしててください。三重もあるんだ、花火大会。あざました、いいえ。MARIAHOR じゃなかった。LIC013、バチコにありがとう。無理しないようにありがとうございます。 YUUTHIMUKURONEKO さん、バチコにありがとう。ケンちゃんプラスさん、バチお皿にコーニありがとうございます。無理しない方がいいからね、ありがとうございます。コロンちゃん大好きだよ、かわいい、綺麗になったね、ありがとうございます。
とりあえずね TikTok はおしまいにしたいと思います。 TikTok の人見てくれてありがとう、バイバイ。ということでね、今インスタのみにしてます。はい、土日で計1時間ライブはちょっときついかな。日曜日はすべてストーリー、そうです、ストーリーにね載せます。私の本垢の方のストーリーで親しいに入れてね、皆さんを載せるんで楽しみに。たくみさん、さん、きゅうきゅうさん、バチコにありがとう。インスタもそろそろ終わりそうですね。あと1分でおしまいにしようかなって思ってるところです。はい、綺麗な二重見して、はい、アップです。私ここに線入ってるんだよね、二重、二本目のいつも入ってる。これがなくなったら完璧かなって思ってる。大変やね、36枚。でもね、皆さんがねバチ購入してくれたんで全然やります。かわいい、ありがとう。じゃあね、8時20分になったんでおしまいにしたいと思います。見てくれた人、ハートしてくれた人、コメントしてくれた人、そしてねバチコにしてくれた人、ありがとうございます。今回のねバチの特典は、ハートがね6個までの人はこっちの服で、ハートがね7個以上になったら1枚水着の写真プラスされます。ということでお楽しみに。またね、バイバーイ。